coming up next up. また私の TT02 が1台増えてしまいました。ノーマルのね TT02 ありますよね。私 TITC に持っていった、いわゆるノーマルのツーリンカーとしての TT02 の発展系じゃないな、オプションを組み込んだもので、先日作りまして、めちゃめちゃよく走って、私の競技マシーン決定となりました TT02SRX。 もう一台、もちろんお分かりになりますね、それはこちらになります。いや、美しいですね。なんて美しいマシンなんだろう。そうです、今回作った TT02 は TT02BR となります。皆さんこんにちは、レディオガガの高橋です。今日もよろしくお願いいたします。この TT02B ですね、まあ、これ R ですけど、いわゆる TT02 をバギーとして出してきたね。いや、 TT02 すごい。今更だからすごいよね。あれだけよく走って楽しいマシンがなんとバギーになるとね。もうこれ見ていただいたら分かるようにね、これ TT02 なんですよ。で、まあ、裏を見るとね、もちろんあの分かりやすい、まあ、大きいんで分かるんですけど、足回りを変えて四駆バギーになっちゃったっていうもの。この TT02B ね、何年前だったかな、もう10年ぐらい経つんじゃないかな、もう10年ぐらい経ってもおかしくないんですよね。実はこれね、その入門用の 4WD バギーとしてね、かなりもう長い歴史を、10年で歴史って言っちゃっていいかどうか分かんないですけど、まあ10年って一昔前ですよね。ずっとね、私たちとかユーザーさんにね寄り添ってくれたこの TT02B ですけども、ついにね R となって登場してきました。まあ、これもね、あの TT02SRX 同様ですね、これも存在としてはやっぱりね、まあ、ロマンっていうことにねなるんじゃないかなと思うんですよね。っていうのは、これキットがまあまあ言い出しますよ。ね、まあもちろんめちゃめちゃお金かかってますこのキット、だからその価格として単価としてね、まあ、高くなってしまうのはまあ仕方ないんですけど、でね、まあある程度の金額いってしまうとですよ、今度どうなんですか、なんか他の入門用じゃないバギーなんかもね買えちゃうんじゃないかって気になってくるじゃないですか。そのコンセプトカーじゃないですけど、まあ、とりあえずその、まあ、TT という媒体を使ってでバギーでここまでできるんだぜっていうタミヤさんとしてのそのアピールのマシンの一つかなっても、まあ、考えられるかなと思うんですよね。ですね、こちらもねもちろん R の名に恥じない素晴らしい内容となっています。これでもかってことになってきてますね。まず目を引くのがですね、これ見えますかね、このカーボンの、はい、こちらね、カーボンダンパーステー前後、これね新設計となってます。 R 専用に作られてきました。それによってですね、まあここにそそり立つねアルミ製のオイルダンパー見えると思うんですけど、これね、この TT02B の、まあ、オフロードを走る、まあ、欠点といいますかね、まあ、やっぱり解消したい悩みというのが、バギーなんで当然車高を上げたいですよね。ところがこれ車高を上げちゃうと、この伸び側のストロークが取れなくて、そのリバウンドはですね伸び側が取れないっていう、その伸び側のストローク問題っていうのがあったんですけど、これ見事に解消してきましたね。もちろんね、その伸びて脱落しないように当然ユニバーサルシャフトが入って、そしてデフジョイントの方もユニバーサルシャフトが脱落しないようにっていうね、ものすごい細かい気配り、まあ気配りというかね、より実践的な気配りっていうのがね投入してきてます。で、中に入るね、ギアデフなんですけど、これも新設計のね、XV02 の最新設計のギアデフが入っていますので、もうその動作はもう間違いないと。で、さらにはね、今これついているウィング、ちょっとね、お店の方にちょっと忘れてきたんですけど、ウィング今回3枚ついてるんですね。そのいわゆる TT02B についてきたウィングもついてきたんですけど、今回この、以前ね、TRF201 ウィングだったかな。の競技用ウィングが
あるんです。これが大小がついてきて、結局トータル3枚。もちろん、この競技用ウィングがつくようにですね、これカスタマーパスしか確か買えないと思うんですけど、このウィングマウント、これもつけてきています。でですね、今回新設計のこのセンターシャフト、シーブレード付きのですね、新設計のセンターシャフト、もちろんメインシャーシはですね、カーボン混入のハードタイプ、そして、キラリと光る、この青いアルミパーツ見えますかね。これね、アルミ製リアアップライト、これね、オプションパーツだけで行くとですね、私ちょっと軽く計算したんですけど、ざっとね、まあ、その新設計のものちょっとな単価わからないものもあったんですけど、あのね、オプションパーツだけ で仮にね、最初 TT02B を買われて、これと同じ仕様にしたとしたら、いくらぐらいかかると思います？3万円ぐらいかかります。きっとプラスで、ね、すごいですよね。なので、ね、これ市場価格が、まあ、3万ちょっと切るぐらいっていうのがね、まあ、安く売ってるお店の価格になると思うんですけど、なのでその市場価格に対してのね、そのコスパという考え方にすると、まあ、かなりお得なキット、相当よくできたお得なキットとなりますね。まあね、ちょっと冒頭にも言いましたけど、やっぱりね、この存在としてはね、やはり、まあ、ロマンみたいなものが大きいかなと思います。やはりこの入門用の、ね、TT02 をね、これでもかっていう風にこうタミヤさんがもうファクトリーチューンしてきた、ね、TT02SRX とまあ同じような感覚、同じような考え、ね、これがね、その入門用キット TT02 の最終形だぜ、ドーンっていうね。さあ、そのロマンを手にしてくれっていうね、そんな思いで出てきたものだとは思うんですけど、で実際ね、まだ走らせていないですけど、これね、走りの面でもかなりいいんじゃないかなと。でお値段的にもね、定価が35,000円ぐらいになるんですか。で市場価格がまあその3万を切るぐらいの価格っていうことで、まあその TT とか入門用とかって考えちゃうとね、かなり高価に感じてしまうんですけど、ここまで作られた 4WD バギーって考えると決して高くはないんじゃないかなって思っちゃいますよね。でその競技バギーのね、世界に行ってしまうと、まあ、最近どうですか、7万円8万円9万円なんなら10万円っていうね、その明らかに値段が跳ね上がってしまう。やっぱね、その競技をやってる人にとってはね、まあ、頑張って手に入れてこうガンガンやりたいものだし、かっこいいものだし、嬉しいものではあるんだけど、まあ、そうではなくてね、やっぱそのダートで走らせたいとか、もうちょっと気軽にね、四駆バギー動かしたいとかね。でうちカーペットコースなんですけど、もう TT02B、まあ、私個人的に思うのがですよ、もう TT02B のすごい似合う場所って意外にカーペットコースね、これ似合うんじゃないかなと思うんですよね。ボディなんかもね、割と未来的な、ごめんなさいね、こんな汚い。単色塗りでね、ちょっと申し訳ないですけど、本当はね、私以前から持っていたグリーンのボディのね、TT02B あったんですけど、それを綺麗にしてちょっとね、今回レビュー用に使おうかなと思ったら、ちょっと貸してしまって、ああちょっと今手元なかったんでどうしようと思って、動画撮んねえとと思った時にもう白でブシュッとこう塗ってしまったという、本当に申し訳ないです。まあね、これもモノトーンでかっこいいでしょうね。この未来的なデザイン、ボディっていうのがその TT02B の特徴なんですけど、まあこういったのはね、割とその綺麗にしてあるね、バギーのカーペットコースにね、かなり似合うんじゃないかなと。で私ももちろん走らせたことあるんですけど、これ意外にね、よく走、意外にって言ったのものすごい失礼なんですけど、カーペットコースもよく走るんですよね。で今回そのボトムストロークが伸びてたりとか、まあ、ここまで力入ってるっていうのもあるので、きっと走行性能の方もね、まあ、低いってことはないんじゃないかなと。まだ走らせてないんですと、ね、いい加減なことは言えないですけど、まあ、走行性能はね、低いってことはね、きっとないんじゃないかなと思うんですよね。もちろんね、この TT02 ベースとなるので、防塵性がすごい高いですね。駆動系のギアボックス関係っていうのは完全フルカバードされているんで、ダートなんかには当然持ってこいとなってますのでね、実際ね、競技用の 4WD バギー手に入れてしまうと、なんでしょう、その気軽なところで走られてない、ダートにしても、なんかその辺で走らすんじゃなくて、やっぱサーキット行かないとみたいな、まあ、構造にしてもそうですしね、やっぱ車高なんかもめちゃめちゃ低かったり、やっぱその、不整地だけど整地してあるダートが前提とか、もちろんそのカーペットコース前提ってことになるので、やっぱり値段的にも存在的にもね、ものすごくちょうどいい 4WD バギーって言っていいんじゃないかなって、私は思うんですよね。非常にきらびやかに完成した私の TT02BR ですけども、次回はですね、
レディオガガのカーペットコースでの走行、まあ、どのくらいの戦闘力というか、ね、どのくらい楽しく走れるか、ね、ジャンプなんか快適にできるのか、初心者さんが運転しやすいとか、そういった視点でね、走行レビューの方をしていきたいと思いますので、そちらもぜひお待ちいただければなと思います。ちなみにですけど、モーターはですね、うちの17点、うちのじゃないな。高橋監修ね、ゆるラジコラボの 17.5 のハイテクさんのモーター。ESC はね、G4 さんの BLC50 つけました。今ここはね、リフェ乗ってますけど、実際はリポバッテリーを乗っけて、レディオカーの本格オフロードカーペットコース、ビュンビュン走っていきたいと思いますので、そちらもぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。それではですね、今日の動画良かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をぜひお願いいたします。非常に励みになります。また、レディオカーがですね、ウェブショップもやってございます。これまだちょっと残っていたんじゃないかなと。まあ、この RK っていうのは基本的にスポット生産っていうことになるので、もう市場から消えて、しばらくしないと手に入らないってことになるので、もし欲しいなと思ってしまってね、たら、ぜひご一行いただいた方がいいかなと思います。あと、SNS ですね、Twitter、インスタ、Facebook やっておりますので、そちらのフォローの方もぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。